りな祭りのシーズンがやってきたよ。サトーン、サトーン、石川さんだ、石川さんだ、さすが。去年北陸に初上陸して4万8000人が訪れた大人気イベント、パンのフェスが今年もパワーアップして石川テレビ祭りにやってきます、うん、今年は今月の26日金曜日から28日までの3日間全国の人気ベーカリー25店舗が金沢市広坂の椎の木緑地に大集合です。皆さんのお気に入りのパンがきっと見つかるイベントとなっていますよ。いやどれも美味しそうです ね本当にね、去年の熱狂ぶりすご、熱狂ぶりがすごかったですから、もう最高美という看板をずっと探しながら、ね、行くイベントでしたよね。とんでもないぐらいごった返してましたからね、うん、愛を感じましたよね、うん、本当ですね、うん、さあスタジオにもいい香りが漂っています、うん、パンをご用意いたしました、うん、今年の石川さんとパンのフェスに出店予定の一押しのパン、毎日日替わりでリフレッシュでご紹介していきます。やったー、もうパンダフォーですね。パンダフォー、パンダフォー、いやいいね。では行きましょう。まずはこちらのお店から。こんにちは。私たち兵庫県にある淡路島のサンハートです。当店のおすすめは金賞を受賞した1日1200個最大売れたカレーパンがおすすめです。淡路牛カレーパンには黒カレーを使用、牛すじを長時間コトコト煮込んでほんのりスパイシーな仕上がりになっています。周りには自家製クルトンをまとっているのでザックザクの食感、インパクト抜群の見た目であなたの食感を刺激しちゃう淡路牛です。ぜひ食べてみてください。さあスタジオにもご用意いたしました。兵庫淡路島にあります淡路牛カレーパン、サンハートの淡路牛カレーパンです、うん、いかがでしょうか久保田くん。うん、もうザクザクの食感ですね、うん、ねえ、うん、あ、うん、カレーもね、ちょっとスパイスが効いてて、ね、とっても美味しいです。うん。牛肉もたくさん入ってますからね。牛すじゴロゴロで、うん、濃厚なカレーとサクサクのパンがよく合いますね、うん。はい。日本を代表する神戸ビーフや特選松阪牛のこま肉である淡路牛をゴロッと使用したカレーパンで、2022年に開催されたカレーパングランプリで金賞を受賞しているカレーパンです。もうね、カレーがめちゃめちゃ入ってますもんね、うん、どこ食べてもちゃんとカレーの、ね、ルーにたどり着くの。黒カレーっていうのがまたお酢でいいなと思ってます、うん、いいですね、はい、これ、ね、パンの生地も美味しいですからね。そう、クルトンもいい、これね、美味しいですね。サクサク。さあ、もう一つ目からずっと喋ってますけど、続いてのパンも行きましょうよ。続いてはこちらです。美味しい。スイートオーケストラ来ました。北海道札幌にあるスイートオーケストラ、安心安全で美味しいのはもちろん、どこにもない独創的な商品を生み出す人気スイーツ店の一押しは、その名も白石あんパンです、うん、北海道産小麦を使い、無発酵のオリジナル生地の中に北海道朱鞠小豆を使用した粒あんと、お餅のように伸びるあんこをたっぷり詰めた白石あんパン、パンのフェスアワード2021でゴールドを受賞したパンです、うん、もう気になりますよね、この食感、はい、じゃあ皆さんにご賞味いただきましょうか、うん、ご用意いたしましたスイートオーケストラの白石あんパンです。まずちょっとご紹介させてください、うん、特徴は何といってもこの伸びるあんこなんです、うん、このあんこを粒あんですっぽりくるんで羊羹でコーティングされている今までにない食感です。いかがでしょうか。うん、おさちゃん、とろっとろで、うん、おいしい、甘すぎなくていいですね、あんこが、うん、食べやすい、うわ、これもたっぷり入ってるわ、うん、嬉しい、あ、おいしいですね。これちょっと今温めてもらったのかな、あったかいのもおいしいですね。そうなんですよ、まあ、本当にこの新食感という初めての出会いを感じる白石あんパン、うん、こちらもパンのフェスの会場で皆様との出会いを待っております。うん、すごい伸びるわ、ぜひぜひ召し上がってください。デザートでいいね、これデザートでもいい、うん、スイーツのお店ですからここ、うん、さあそしてもう一つ最後にご紹介するのは1日限定100セットの予約パンをご紹介します、うん、パン好きなら知らない人はいない京都の名店ル・プチメックのパンセットです、パンのフェス限定のパンを含む人気パン5点と25周年記念のプチクッキー、さらにル・プチメックのロゴ入り25周年限定の手提げ袋に入ったパンのセットです。
これはですね、事前にご覧のこの石川さんとファンのフェスを検索して予約していただき、会場でスムーズにお受け取りいただけます。さあ、小畑くんにはフェス限定のチョコメックを召し上がっていただきましょう。ちょっと早いです、早いです。どうしたの？俺まだ食べてるもん。だから私は今ループチメックのパンをずっと紹介してんだから。紹介してた？紹介してた。俺は今これ美味しいね、まだ美味しいパン、アンパン食べてる。何食べればいいの？いっぱいチョコ、いっぱいあって最高だね。チョコメックです。昼ご飯も行くし最高です、うん、いただきます。どうですか？わ、これね、チョコすっごい染み込んでますね、これも。あ、美味しい。なんかね、チョコレートのこのビターすぎない感じというか、もうちょっと甘さもしっかりありつつちょっと苦さもあるっていうところで、そのあたりのバランスもね、すごくいいですよ。これずっと食べてていいでしょ、はい、これ、ま、いや、これはもうずっと食べててください。あ、食べていい。大丈夫。さあ、小沢ちゃんには、うん、渋皮付き栗と柚子のパンです。小沢ちゃん、違うのあるじゃない。栗おいしい、ホクホクで、柚子のね、香りがふわっと香るのがいいアクセントになってますね、うん、ちょっと固めのパンともよく合います、柔らかい栗が、ね、美味しい、はい、ル・プチメックのパンセット、公式ホームページ予約を受付中です、うん、もう人気商品ですので、ぜひ、まあ、あのゲットしたいという方は必ず予約、石川さんとパンのフェスから、お申し込みお願いします。これもちろん石川さんのパンのフェス行ったらね、全部あるわけですから。そうですよ。これ去年以上にすごい人になっちゃうんじゃないですか。いや、もうこれはね、ぜひ食べてほしいですね。本当ですね、うん、どれも美味しい。皆さん、お腹空かして会場来てください。イベント期間中、今日ご紹介したパンを含め全国25店舗のパン大集合です。皆さんもイベント会場でその味をお確かめください。石川さんとパンのフェスは今月26日金曜日から28日までの3日間で金沢市広坂の椎の木緑地で開催されますよ。たくさんお越しくださいね。お待ちしてます。もう閉めたね。はい、あ、食べてない。もうちょっとパン食べてたんだけど。エリスさん、1個食べます？全部みんなの歯型ついてるんでしょ。はい、仲いいからいいかなと思っちゃった。